はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。花ちゃん様、天吉様、MK 様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日は珍しいことに、2本目動画なんですけども、まあ NHK の集金人が亡くなるなんて、デマじゃねえ、報道あったんで、それように専門に一本撮りましたけれども、世界一 NHK に詳しい私としては、皆さんに解説して安心させないと、安心っていうか不安になっちゃったかな。動画見たら。NHK が集金人を全廃する、なんていう、デマ報道。そう思わせるような報道に騙されないか、っていうような動画を上げましたんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。元民主党のゴミの中でも、抜きんでて頭が悪い、今は一体何党にいるんだか、落選したんだか当選したんだか全然わかんない原口和弘、62歳という人物がおるんですけれども、ブルーリボンバッジなんかしてんじゃねえよ、格好だけよ。そんな気も全然ねくせによ。イラッときますね。過分にして自国通貨安を喜ぶ愛国者を日本以外で聞いたことがないなんてどやってしまいましたね。つまりバカは円高が望ましいと思っていると、日本において、バカは円高が望ましいと思っていると、そういう話なんですけどね。日本あ、まあいいや。ネットの反応です。さすが円高大好きマン。愛している国が違うのだろう。円高で何のいいことがあるんだ。通貨安戦争って、ウィキにすら項目があるのに。というですね、バカだな、こいつはっていうコメントがありました。日本って帝国ですよね。皆さんもご存知ですよね。世界中で皇帝陛下、ヒズ・インペリアル・マジュスティ、あ、なんだっけ。His Imperial Highness Majesty His Highness Majesty Imperial 忘れちゃったな。つまり世界中の人から皇帝陛下と呼ばれるのは日本の天皇陛下しかいないんですよ。だから世界に皇帝はただ一人、皇帝という称号をお持ちの方が日本の天皇陛下しかおらっしゃらない。あとはみんな帝国が滅びちゃったり、どっか逃げちゃったり、まあ一番多く帝室っていうのかな。そういうのがなくなっちゃった理由は共産主義革命が世界中であったからなんですけれどもね。で、私はいつもいつもですね、皇帝陛下、地球上にただ一人。ならば日本は帝国っていうだけで、それは日本のこと。今後は、我が国、日本は、帝国と呼ばせてもらう。っていうのをですね、常日頃から言ってるんですけれども、まあ、これ知んない人多いと思うんで、ね。で、帝国、陸軍っつったら、陸自のことだし、インペリアルアーミーですね。帝国、海軍っつったら、海自のことだし、それしかねえもん、地球上で。インペリアルネイビーですか？イギリス海軍は伝統的にロイヤルネイビーっていうらしいですけど、ロイヤルネイビーって言っただけでイギリス海軍のことを指すみたいですけど、どっこいこっちはインペリアル。ということで、まあ今後は帝国と言わせてもらいます。原口、括弧バカでスパイの逆が正しいって話ですね。まともな愛国者は、円安が喜ばしい理由。円高は喜ばしくない。輸入業者3、FX ガチ勢は除きます。あとですね、輸入業者言ったな。前提条件として、帝国の貿易と経常収支、内需率。これ逆貿易依存率とも言います。貿易依存率が高ければ、内需率は低く、まあ、外需率とも言いますね。これ GDP に占める貿易の額の割合なんですけどね。内需率が高ければ外需率が低い。逆もしかり。2020年度データ、21年はまだ未発表でありました。輸出68.4兆円。
輸入 67.7兆円、まあ拮抗してますね。6747億円の黒字と、ちょっぴり黒字になりました。それほどでもねえな、 GDP にしてみたらな。貿易プラス株式や特許や土地建物、融資など資産からの上がりイコール経常収支はどのぐらいかと言いますと 18.2 兆円でありました。これね、あの外国企業の株持ってて配当が出たであるとか、外国に土地や建物持ってて貸してて家賃もらえるとか、特許を外国企業に使わせて入ってくるとかね、これを生み出す原資イコールに帝国の対外資産は 350.7 兆円、30年連続世界一であります。つまり帝国はですね、あの恒常的に世界中から金が流れ込んでくる金満国家であります。資産国、有資産国、つまりモテるもの。まあ利子だの、あの配当だの、あの特許だの、ワンサガワンサガ入ってくんですわ。日本は18兆円も、主要内需率、逆貿易依存率、まあ外需率ランキングなんですけれども、内需が盛んな国、つまり貿易に依存してない国とも、あの言い換えられますね。1位米国 88.1% が内需、貿易すげえしてるようでもそんなにしてない。2位帝国 83.9%、 3位中国 80.4%、 4位ロシア、74.3%。 おー、世界に冠たる国が揃ってんな。まあ行儀悪い国もありますけれども、5位英国 71.7%、 6位フランス 70.7%、 7位イタリア 70.2%、9位カナダ 69.0%、この順にですね、内需が旺盛、輸出入はそれほどでもない別にいい、参考ですけどドイツ 53.9%。 ドイツはですね、ユーロっていう、ドイツが儲けても儲けてもなかなか高くなんねえ通貨を隠れみのにズルして儲けまくってます。そういう国がドイツです。韓国 57.8%、 台湾 40.7%、オランダ 17.6%。 こっちはあの貿易しないともうたちまち痩せ細っちゃって、内需なんか大したことね、そういう国ですね。我が帝国はですね、世界に冠たる内需国であります。輸出入、貿易、それがどうした、米国の次ぐらいに鎖国が可能なんですよ。どこでも貿易しねえでやっていける可能性がある、可能性がある。米国は本当できそう、石油も出るし、輸出できるほどですね石油が湧いてるから米国は、それに比べても超優秀であります。ちょっとはですね、大豆とか小麦とか、まあパンですね、パンとか納豆とかサラダオイルとかパスタとかうどんとか買うなかもしんないけど、やってけそう世界でに。余談なんですけど、娘が高校生だった時にね、社会科のですね資料偶然目にしたんですよ。娘の授業で使ってるんですね。見たらですね、日本は国土が狭く海外に物を売らないとやっていけない国なのでなんて書いてあってですね、何言ってんのに世界2位の内需国なのに、鎖国できそうなんだからね、大抗議いたしました高校に。嘘ついてんじゃねえ、この社会科教師何考えてんだっつって、学校に大抗議かましました。今は昔、まあ毛反発マットレスというね、大抗議っていうか猛抗議ですか。それ作った高校教師はバカな物知らずだったのか、革新的左翼教師で自虐史観、日本は大したことねって言いたくてしょうがねえクズなのか、まあ今でも授業で嘘ついてるのかって今では思いますけどね。原口バカでスパイの思い通り円高になるとどうなるかっていうんですけど、経常収支の額面が目減りします。今 18.2 兆円なんですけど、これが円高になると14兆円とか10兆円とかになっちゃいますよね。2倍の円安で倍になるということなんですけどね。
米輸出産業が崩壊する。民主党政権の1ドル78円で半導体大手 LP だ倒産。ここはあの東芝の息がかかった大手中の大手だったんですけど、国家物資だから救済よ、半導体やばいじゃん、国産できないかっていう声に民主党はですね、韓国から安く買えばいいがなって返答して救済しませんでした。輸入品は高くなるが、相反メリットあります。これ内需が高くて貿易依存が低い帝国はそもそもそんなに海外から買ってないんだよな。必要な量のが、あの、大体輸入品ってわけじゃないんだよな。必須は石油ぐらいですけど、それも年間8兆円程度なんですよ。8兆円程度。値上がり分は高すぎる税金を調整することで十分吸収可能であります。ガソリンなんか倍だもんね。同じ値段、税金取られてるもんね。なんだのかんだの、なんだのかんだのってわけわかんねえ項目つけられてさ、タバコもそうですけどね。帝国にとって円安のメリット。輸出品が売れまくる。トヨタの車が安くなる。アメリカ人は喜んで買う。あ、アメリカのトヨタは、アメリカに工場があってアメリカ人が作ってから関係ねえのか。貿易黒字拡大する。経常収支額増加。うっひ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 ってね。今、あの、自動で18兆円、世界中から金が流れ込んでくるんですけど、これがまあ円安になったら20兆円、25兆円、30兆円ってなりますよね。輸入品は高くなるが、その反動で国内生産が増え、工場が海外から戻ってくる。雇用も拡大する。輸入の小麦とか大豆とかが高くなればね、国内の農家も一丁オラも作ったろかって国内の生産も再開されるということになりますね。旅行者が世界中から押し寄せ、気前よく金を落としていく。観光収入って真水なんで効果がすごく大きそうです。真水ってどういうことかというと、外国から直接金を運んできてくれてボンと落とすっていう単純明快な仕組み。真水、つまり帝国への富の流入ってことですね。すごく効くそうです。効果がある、経済効果、らしいんですよね。私の考える円安の一番大きなメリットはこれです。出稼ぎ外人が来なくなる。通貨が安い国で働きたいと思いませんよね。例えばね、日本人だったらどうですか。1時間働いたら時給1万円もらえるなんて国だったら、あ、行きたいなんて思うけど、1時間働いて50円ですなんて国に行きたいかって話。出稼ぎ外国人が来る。これにはですね、実質労働者としてやってくる、なんの勉強してんだかわかんねえ留学生とか実習生も含みますよね。あと、通貨が安い日本に永住しようとする外国人が減る。やった。これ仕送りできねえもんね。日本の円が安いと、まあ親戚とかね、いる祖国に仕送りしても、スズメの涙ってなりますもんね。まあそれによるですね、治安回復、犯罪率低下の恩恵を計り知られないですね。これが一番のメリットと私は考えます。以上のことから、愛国者は円安を歓迎すべきと。今日の為替はですね、調べたら1ドル 114.5 円でした。1ドル200ぐらいになったらですね、帝国的には空前の好景気ってなりますよ。石油高くても、とってことないですよ。石油高くなって発電できねえってなったら、海水抽出ウランでの原発発電にも弾みつきます。3年ぐらい前、調べたら、もうちょっとで輸入するのとコストが同じくなる。海水から無限にウランを抽出する研究やってまして、もうちょっとで輸入品と同等のコストになるってニュースがあったんですよ。3年4年5年ぐらい前かな。したらね、石油とかって買えねえのになったらさ、あれじゃん、海水から
バウスかバウスかウラン組み出して発電しまくって電気自動車もありでしょう。そうなったら、そういう風にもできますよね。以上ですね、原口みたいなバカでスパイの逆が正解っていうお話でした。今日はまあ時事ネタあんましやんですけど、たまにはこんな日もいいですよね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。